皆さんこんこにちは大樹です、えー、今日はねあの問題解決をコーチングでどうやるか、えー、何本もの,このコーチングを見せながらですね、えー、それを解説していくというね、まあ、あの新しいスタイルで講演会やってたんですけれども。 えー、非常に分かりやすいとあのなかなかやっぱりねその理屈は聞いてみたりスキルを教えてもらったりしても目の前であのいろんなケースを解説してもらいながら実際に見せてもらってっていうことがなかなかないですもんねまあねだからあのすごい勉強になったとか刺激になったって言ってくれてあの評判だったのでまたやりますんでよかったら来てください。で今日ねあのマイルールを、ね、選択し直すっていうことまあ えー、主に、まあ、4つぐらいの考え方に基づいてコーチングができるよってこうやったんですけどねそのうちの一つに、えー、自分で作ったルールを見直そうっていうのがあってねで、まあ、こんなコーチングがあったんですね、えっとまあ、研修講師やられててで参加者の中にね、まあ、本当は来てほしくないと思う人がいるとなんかわざわざ自分で手を挙げてきてるくせにもういろんなことをとにかく文句ばっかり言ってるとで文句言うなら来るなよと思うと。 でもそんなんじゃいけないからその人のいいとこ見つけて好きになる応援しようと思うけどね腹立たしくてしょうがないっていうわけであのマイルールがあるのねそれは研修講師は何か人のことを悪く言っちゃいけないとかねそれから我慢しないといけないとかね何かいいとこを探さないといけないとかねで自分の中でねそ,のそんなの嫌だとかね言ってるもう一人の自分を黙らせなきゃいけないとかね でいつもニコニコいい人でポジティブでいないといけないとかねあの前向きにいつも世の中の可能性を見てでそれを教え続けないといけないとかね本当にっっってていいいうマイルールーをいっぱい持ってるんですよでそれが苦しめてるのねあね要は自分の中の声を、ね、押し殺してでポジティブにいないといけないってでそうすると無理してすごい無理してポジティブに話してる雰囲気になっちゃうんですよ。自自自分分分ももしししんどいしねねののの中のもうう人の自分嫌だって言うし、ね で肝心のそのねないろいろ文句言ってる参加者から見てもねなんかそのすごい無理やり自分を抑え込んで頑張ってポジティブな感じっていうのがしんどいとかねでいろんなことが起こっちゃうんですよねだからその人も変わらないし自分もしんどいっていうことが起こってる。で、まあ、アドラは認知論っていうのの中であの要は何を考えてるかっていうことがね自分の人生決めるんだって 決めてるんだってだからその自分がその考えてることが苦しめてるんだとしたらそれを再選択するって、まあ、そういうことを教えてくれてるわけなんですけどもあの自分がどんなルールでこの人生っていうゲームとか仕事っていうゲームをやってんのかって考えてみて本当にそのゲームこのゲームはそのルールでやんなきゃいけないのってこう考え直してみるね。 で、それがなんかもっと自分にとっても周りにとってもあの生きやすいルールに置き換わったらいいと、まあ、こういうとこから認知行動療法が出てきてるんですけど、あのそれに近しいことをねコーチングでもできると、えー、いうことです。また機会あったらあのぜひ見てみてください。あの DVD とかも出るそうです。えー、参考まで。それでは。